聴覚に障害のある人が映画を楽しむ機会を増やそうと、杉並区のろう学校でバリアフリー化した DVD の上映会が開かれました。上映されたのは、重松清さん原作の映画「青い鳥」を聴覚に障害がある人向けに大手映像制作会社が加工した DVD です。セリフだけでなく、それ以外の音も字幕で表現されています。都立中央ろう学校の高校3年生13人は、いじめがテーマのこの作品を鑑賞しました。どちらかというと映画はあまり好きではない方なので、ですが、今回の映画を通してみて、日本の良さというか、日本独特の感情というものが改めて思い出せることができました。喋ってる時、そのままで出してもらって、そのタイミングというのをぴったりにしてほしかったなというふうには思いました。上映会の最後、生徒たちに秘密で主演の阿部寛さんが登場。生徒たちはどんな気持ちで演じたのかなど、安倍さんに質問していました。都内の映画館には邦画に字幕をつける設備が整っていないことから、この DVD を制作した会社は、より多くの人が作品に入り込める DVD を作っていきたいとしています。